えー、鎌倉時代に起きました上級の乱を例えば例に出しましょうそうするとじゃあ上級の乱の内容について述べなさいと言われたら戦いが始まってから戦いが終わるまでの経緯を具体的に述べていけばいいことになりますそれに対してこの上級の乱の特徴と聞かれたら中小化なので朝廷と幕府が戦った 鎌倉時代前半の戦いであるえー、そういった形でやや抽象化をして述べればいい同じ「上級の乱」というテーマを扱っていても説問文の要求によってこれだけ書く内容が違うんですね教科書に書かれていない文章をクリエイトしていくそういった力が要求されてるんです。